はい、こんにちは。えー、っと、今月の9月ですね、9月の処方が届きまして、こちらです。えっと、このね、オレンジ色の表紙のものです。間違えないようにしてください。そして、こう、開いていただいて、前の方にあるのは、もうすでに書いたものなので、 これね一回コロナでほらあの1ヶ月お休みになってしまったところがあるのでそれでちょっとずれてるんですが、えー、と一番後ろですねこちらにあるのが予告になっているものなんですけどこちらを今月やっていこうと思いますですので、えー、と間違いないようにそこだけ、はい、しっかり見ておいてくださいということで9月なんですがこちらには10月と書かせていただいてますはいでそうですね 今日は1、2年生からいきましょうで。いつものようにこう折ってですね、やっていきたいんですが、えっ、ー、と、必ず、そう、私もついついね、やりがちなんですが、こう、ほらあの、机でやってると下にこう、なんか敷いてあるのがありますよね。だからまあ、いいんですけど、一応このソフト下敷きって言われるものを入れてください。もしなければ、なんか、 あの紙とかいらない紙ねいらない紙を厚くして滑らないようにしてあげればいいですあの市販されてる硬、えー、い下敷きありますよねこすると静電気が起きるようなやつねあれは下敷きは下敷きでも 滑る下ななのでであ,あまり意味がないです逆に敷かない方がいいかなっていうぐらいあの違いがありますのでちょっとそこは注意してくださいあの引っかかりができるようにしたいんですよこのね先のこれを滑らせていくときにあまり勢いよくサッと行っちゃわないようにしたいんですねっていうところで、えー、と少し力を入れたいわけですよ 力を入れた時にへこむくらいな感じ下,下がねだからノートにあの下敷きを敷かないで書くとほらボコボコしちゃうでしょああいう感じがあの本当はね書きやすいなと思うはずなんですただ下がボコボコしちゃうと困るからじゃああの柔らかいの入れましょうねって言ってソフト下敷きをね入れるようなイメージですねはいでは書いていきます 秋はそうですねもう秋ですねえっ、ー、とひらがなで秋はですえっ、ー、と真ん中の線に絡みつくような感じですねこういう感じでいってそこからヒューってどっか行っちゃうんじゃなくてこうギューって上がってきたら次はここに行きたいわけですよだからこっから こっっちだよってこれ毛筆とかでもねほら「あのー、お」とか「あ」とかっていうのはそういうことねこう短くギュッて上がった後次どっか行っちゃわないようにすぐにこちらに入ってください。でギュッて一旦こうやって止まった状態でこうあこっちにこういう風に中心に向かってちょっと膨らみながら行くんだなーっていうのとかを考えますここで。何も考えずにさあ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 って見てるようで全然わかっなんか理解せずに書いちゃわないようにちゃんと止まって。 見てこうで、すねでここまで来たら次はどこまでジャンプしたらいいかなって結構近いですよね。この隙間を見てください。で、この字の外形っていうのも見てくださいね。なんかこういうふうにちょっと広がりがあるような感じがありますよね。その辺も見ておいて、ここ近いところ、キュッとこういう感じですか。この辺ですよね、位置的にはね。で はいちょっと時間がねこういうところでたくさん取っちゃうとあれなんですけどまだ1文字目なのでねどんどん行きたいんですが下の部分よく見ましょうここが揃うようなイメージにしてここの部分はこれんちょっとなんですよ感覚でキュッてやりますけどこういうのってもしほらイメージ湧かなければ測ってみたらいいなんかほら どのくらいなのかなーっていうね。なんかね、目安自分で、指でほら、こうやって爪の、このくらいかなーとかって思ってもいいんですよ。だけど、1、2、3ミリぐらいみたいな。あの、ちょっとね、ここもう3ミリとかなんですよ。だからい、いっぱいギューってやっちゃったらダメなんだよっていうのを自分の中でこう意識づけすること。で、2、3ミリっていうのは本当にもうこんなもんなわけですよ。このぐらいにしておいて、 そうこういいいうふうにに回ってききたいわけででですよよれ、ね、ればこの中心線で切れるようなイメージにしてください、ね、こうしてこうしてキュッと上がって少しだなってもうこのくらいこの辺このくらい開くようにねイメージしておいてこういうふうに持っていきますゆっくりこの辺から力強くでまた抜いてっていう風にすると線にねあのちょっと差ができてきますのでその辺りね。 いいいうううととところを描くくきにやっっぱ滑っちゃうとねねまくいかないんですよ、ね、太さも出ないしなので、えっと、ちょっと太さが出なくて困ってることがねまあ,あの強く書いてるんだけどなんか濃く見えないなっていう子はまあ、鉛筆の太さももちろんそうなんですけど使ってるその書いてる状態下の,あの紙の下はどうなってんのかなっていうのを少しねあの確認するといいかと思います。 はい。そして木ですね。ちょっとこれは下が短いような気がするでしょそんな感じにしたいんです。少しでいいです。あんまり極端にしないことね。こうして、こうして、えー、そこからこう真ん中貫いていくような感じで、跳ねるのは頑張んなくていいです。少しだけ。で、行き先をよく見てください。小さいので、 どっち向かってんのかなって分かりにくいですけどこれがこう来てこうじゃないよねっていうところはそこを押さえましょう横に近いんですよ横にこう近くてこうしてここに来たいわけですよねここに来たいのだからちょっと横に向かうようなイメージにしてくださいはいそして次いきます「歯ですね「歯っていうのは棒がありますよねここねこの棒はこの字の中で結構ほら 高さがありますそういうところを見てくださいここからここまで結構ほらまマスがこうあったら結構いっぱいいっぱいね使っていいですただこっち側に隙間がありますよねこういうところうんとここにもなんか隙間がねありますねこういうところを見ましょうなのでまずこういう風うにこれはドスンギュってやらないこうしてこういう線ではなくてすー こここの辺りが強いいいなっていうこういうところですねだからこの辺すごくテロンっていう感じのなんか上から入ってるような感じになるといいですねひらがなそしてここからはこういう風になんかまっすぐビーって引いたようなんですが実はこれはここからここの流れを組んでるので、まあ、ここまでしなくてもいいんですけど少しこっちに向かって強く力がね なってるのかなって思える方がいいですね。で、そしてこう右に強く引いてってここです。これはこの線に対してえっ、ー、とどのあたりかっていうのを見てください。ど真ん中じゃないですね。ちょっと右に寄ってみます。こう寄ってきといて早い段階で曲がります。ほら下まで行っちゃうとこれ形がねこうしてなんかね。 よくあるのはカチンって止まってこういう風にこういう風になっちゃう感じこれだとねちょっと硬すぎちゃうのねちょっと丸くしたいんですよここだから早い段階でこうお尻をこうちょっと突き出すようにしといて横にこう内側にこうこの棒に向かって迫っていくような感じね一番これが近くなっといてそこからちょっと弦を描くような感じですねひらがなのねトーンビューって感じです でそうするとここにちょうど隙間ができてこのラインで終わると綺麗ですかねそうですねこんな感じにしましょうはいで12年生の中では結構難しいんじゃないかなこの「空気」という字が来ましたえー、習ってるか習ってるねうん大丈夫だと思いますがまずちょっとこの 空まあうかんむりと書き方は一緒でこの部分ねまずはあのギリギリから来たいんです大前提としてひらがなよりも漢字は大きく見せてあげたい大きくしたいなーって思うことってことはこのマスギリギリをこう使いたいですよねやっぱねで 次に大事なのが外形を見ますこうこの辺がほらここが一番高くなっててそこからちょっとこう低くなってますよねでこうちょっと囲ってみるとなんかこういう形に見えますよねこういうなんかイカですか何ですか <laughs> こういう形ですでえっ、ー、とこの形をイメージしながら 出っ張るとこはどこかなーっていうところを見なきゃいけないんですよここが一番出っ張ってますかね横はねここでしょここねでまあ、ここもそうだけどでも多分ここよりもこっち頭で勝ちな字かなーっていうのがちょっとこれわかると思うので,でもう一つ一番長くなっているところとあともう一つちょっと,、うん、と横の線の中でも短い部分もね あの確認しますここが短いでここには漢数字の2のようなこれが見えますよね。これあのみんな「3」加わってあの入る時にやったと思うんだけどそこのギュッていうこう上に上がるような3のね 一番上にあたる線、短くて太くて、えー、グインって上がるような線質っていうのをここに持ってきますそしてこちらはそれとは対照的にこういうふうにこう下がこう沿ってこうねなるようなここのね2つの組み合わせっていうのねやりましたよねそのあたりを思い出してくださいねでえっ、ー、とちょっとここがだからほら短くなるってことは真ん中に短いのが来るとほらこうくびれるような感じですねキュッとスタイルいい感じですねこれね ただ少し、ここは頭、冠ね、重たい冠被ってる人だなっていう、そういうイメージにしてください。なので、はい、書いていきます。ここのマスの一番上ギリギリにこう打ち込んで、スッと抜く。今の見て分かったと思いますけど、左上からこういうふうに打ち込みましたよね。で 真ん中の線ににに沿うようにこうよこ下に下がってきましたっていうことは打ち込みの部分があるんだっていう意識がないとあのずれますよね。ぎゅって置いたところに中心線が来るような感じのイメージがいいです。ほらなんかそうするとこういう形になります。そしてそこからの左はぎゅっと。これやりがちなのは結構こういます。 こ,ちらにこう内側に入って、こういう浮かんむりあこれ浮かんむりじゃなくてこれも含め穴,穴かんむりっていうんですけどねこのここの部分をこう内側に入れてしまうと中が狭くなるでしょう。これ本当はこは中に何かが来るっていうことは広くしてあげたいんですよだからいつもその空間っていうのを意識しながら広くしよう広くしようって思ってくださいそうすると分かんなくなった時っていうのはそういう風に判断しますこういうい風にして、で、 ふわっとさせといてちょっとこちらに肩が落ちてるような感じです。これはえっ、ー、と跳ねるとき次ねキュッて少し跳ねるんですけどその跳ねる方向角度ちょっと見てください。こうなんですよ。これ何を言ってるかっていうとこれはここに2画目のこの線この角度ですね。この傾きのことね角度ってねこういう向きにあるよね。それを 同じにしないことこれが同じじゃなくてここの部分は短いけどほら角度が全然違うのねこれ方向がこっち向いてるでしょ。っていう風にこれをちぐはぐさせます。そして短くする。るなぜかっていうとここの中のねこの子たちの邪魔をしないようにですねこれがビヨンって長かったら次に書きたいこれこれぶつかりますよね。ぶつからないようにしたいんですよ。 はいで次いきますよあここね今こう肩をキュッと落としてきてこうやって跳ねたのは方向ねこれはこっちなんだけどここに隙間が欲しいんですこれこうしてこうにやるとほらこれなくなっちゃうでしょ狭いよね狭くならないように広くしたいなっていう気持ちですねそれからこの左と右のこの2つの組み合わせ左よりも右は高くあります これはね、いろんなところで出てくる決まりごとなので、ちょっと覚えておきましょう。そして、えっと、次ですね。ここにもほら、2つの組み合わせねって言ってたこの線のね、これね、これも覚え、覚えてますよね。これみんな知ってると思います。これをグイーンってここに使っていってくださいで。書き順は次は縦がこうやってきますけど、ここで下からこういう風に、こうなるようなね、この線ですね。 これはだからいっぱい長さをギューって出しちゃうっていうよりはどちらかというと線質で見せるようなイメージにしてまあ出っ張ってるのはこっちが出っ張ってるかな上の方のね冠部分がこう横に一番幅が広くてっていうぐらいな感じがいいですそうするとこの字が出来上がりますねえーでギューってこういう風にあに反ってきたのでここがねちょっと隙間が空くような感じです これをあのビーってこういう線にするとベターってあのあんまり綺麗じゃないですねその辺をねちょっと注意しましょうね随分長くなってやばいねどんどんいきますねえっ、ー、と「木」ですでもね言うことがいっぱいあるの実はこの漢字だと特にねえー、まず1画目こうねで123ってここあるんだけどこの線の調子っていうのは全部がこう あの、3の1画目のような、グイーンって上がるんですよ。そして次は、入る位置が、ちょっと見てください、ここ。ほら、左にどんどん行ってますよね。ここね、どん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 左に行くんだけど、真ん中はやや、ここに隙間があります。ここね。で、 入り出しはほら、どんどんこっちに行くんだけど、終わりのところがちょっと違う。で、3本目は、グイーンって上がっといて、位置的には1本目とだいたい一緒ぐらいです。一緒ぐらいで、こういうふうに、えー、このマスの右下ギリギリのところを攻めていくようなイメージです。これはね、何したいかっていうと、外形見てください。こういう三角形が作りたいんですね。この三角形を作るために、一番下のこの辺っていうのは、 やっぱりね場所をね長く取りたいですよね長さでそれで三角形にキューってするっていうことは上がここが長いといけないんですよ三角形にならなくなっちゃうのでここをビーって長く引くのはやめましょうそうするとほらここ長くしちゃったら四角形みたいになっちゃうでしょっていうところで1画目この2画目っていうのはグインって短くて太くてっていう感じの性質次は このくらいにしときましょうか。で、三角目。一、二、三、四角目か。四角目は、ほら、トントントンって出てきたこっち側から入りますよ。こう入っといて、こういうふうに来て、ここではい、止まります。止まってね、ほら、同じぐらいね。止まって、どこ行くかっていうと、こっち。ここの四角が一番このマスの最後のここの部分。 まあこんなギリギリまで来るだけだから少しまあ一歩内側に入ったぐらいで止まりましょうかそうしてクイーンってこんな感じですねここまで来て跳ねるときはこういうラインで跳ねたいんですここここに隙間が欲しいということねこれちょっと細かいところなんだけどキューってきてえいってこうやってやらないでほしいこうやっちゃうともったいないねここがね開かないでしょ その部分をちょっと気をつけましょうね皆さんねはいはいじゃあどんどんいきましょうひらがなですかはもう何度もやってると思いますあでも今回ねこの課題かがいっぱい出てくるのであのー、徹底していきましょう真ん中より出ないでここで切れるこの線ねそうですよはいすですよすは長く引いて右の部屋 こういういにちょっとふわっとしてるかなって感じでここキュッと内側に入ってトントンストーンっていう風にすると入ってなかったね入ってなかったねもう一回巣が来るのでちょっとね復習でねそちらやりましょうねこう来てこう来てキュッと内側にここが入るんだよっていうところですねトントンストンってこう降りてきましたはいそして 2行目です2行目書くときももちろんこうやってね折るんですよ新しく入ったメンバーもいますのでねちょっとその辺もあの説明をね少ししながらいきたいですが必ず右利きの子はね左側にこうやって折ったものを置くんです。 こう書く字がすぐ左にあるようにしてこう右手で書くわけですからほら左にね置けば隠れないですよねこれ利き手が逆の子は逆にしてくださいねはいで「み」です中心線に乗っけるようにクイーンこんな感じでいいですここも短くしますこれは下にこう広がりをこれも出していきたいだいたい字はね広がりがこう下にあ,あるんですよ なのででそれが強いいいかか弱っていう感じですね身なんか結構強めな感じじゃないですかでここを短くしておけば下への広がりがこう楽にできますね。そうだってマスはほら全部同じマスの大きさなんですよ。それをどうやって使うかっていうところなのでそう空間をね見るんです。この空間この部屋。で一つ一つの空間が見れるようになったら今度は目線を離して 全体の空間を見るんですそれで調和を取るって言いますけどちょっとその辺はねまだ難しいところではありますがまあ,あのそういう風に見ていくんだっていうところです。そしてこの「み」はこちらにギュッと、はい、左の部屋にこう突入してってギリギリまで来ちゃうとねやりすぎちゃうので、ね、これほら漢字の方が大きく見せたいっていう話しましたね。ななのでひらがなは このマスがこうにあった時に線の上まで乗っかっちゃわない方がいいです一歩開けとくぐらいのイメージでねそうするとうまく使えると思いますそしてこう上がってこれはやりがちなのはこう横にいっちゃう子は結構多いんですが横に行くと意外とあのちょっと何て言うかなあの上品さがないような字になりますねあのうんんかちょっと上に上がってくださいそしてこういうふうに こう,描くこう丸くちょっとこうふわっとしてるような感じにしておいてここからスーッとまああまり長すぎずですねこれもねついビヨーンってやっちゃうんですけど意外と短いんですよまあここよりはちょっと出るかなぐらいなそんなイメージにしましょうはいそして、えー、2回目の空なのでこれはあまり えっと、細かくは言いませんが、先ほどのね、動きちょっと見といてくださいね。線のギリギリからでいいですよって言いました。キュって打ち込んで止まって、下に引いて力を抜いていきます。そして、ほら、ここにこういうふうに部屋がありますよ。それの端、こういうふうに。 やっていいですそこからふわっとしといて肩を少し落とすようにしといて跳ねる方向は内側ですここに隙間、うん、こことここの角度をよく見ときましょうねって言ってたあれですねそして左の払いがこう左ですよ下に行かないように左次はちょっと上からウィンと曲がってください。で 次は関数字の2のようなこうキュッキュッっていうやつですね真ん中に線があるの忘れないようにクイーンときて2画目で最後はこういう感じです。キューってくるっていうことでここに隙間がちょっとこうへこんだような感じができるときれいです。はいこちらも復習です。 上がって下がって内側にグッと入ってって結構これあの休む暇がないんですよね考えながらっていうのができない字だと思うのであのか書き出す前にというかあのさらっとく必要がありますね。で皆さん書いてて結構汚れるので何かこう敷いた方がいいですねやっぱ手で汚してしまうと汚くなりますね。まだまだ暑いので汗かいたりすると思うんですよ。 ねみんな頑張って書くからねいっぱい汗が張り付いちゃうんですよね汚くなりますからはいで「た」ですよ12こんな感じですここ見てくださいほらこんなもんですよ出てるのってなんかねここにあの、いつも真ん中通るものばっかりじゃないですよねむしろこう、右寄りな方が多いわけですなので これもこう来てこう絡んでいくような感じ中心線との関係を見てください左側から中心線にこう向かっていってすぐ上に行くようなイメージですねそうすると中心線の上にまだいるんですそこからこのマスの左下の方へめがけていくまっすぐですこれあのどちらかに膨らんでるっていうわけでもなくほんとまっすぐですね スッとまっすぐ来てここから跳ね返るようにしてこちらですーっとでまた跳ね返るようにしてスーッとこれも跳ね返りの連続なのでここの部分とかよく見ていただくとドスンって入った線じゃないんですよねなんかスーッとしてるんですなんかこのねひらがなの難しいところはこのちょっと強めなのかなそれともあのスーっと入ってるのかなっていうところの見極め が難しいとこですでまた小さい子は特にその力加減っていうのが、ね、まだまだ難しいと思うのでその辺り意識するようにしないと、まああのー、難しいですよね余計ね。でここも見てください皮スーッと上がったら今度はギューッと内側に入って止まる上に向かってそう向かいたい方に跳ねればいいんです。ここですねで早めに切る ここより出ないってここことです、ね、ここからこう跳ね返っておいてスーッと来て力強くなって終わる。で今終わるって言いながら跳ねたじゃんみたいな感じに見えだと思うんですけど「か」っていうこのこういう線っていうのも点のようなイメージですよね。弱いとこからどん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 こう強くなってその力が。 スッと抜けていくみたいなそんなイメージです抜けるのはどちらの方向かっていうと次の字へ向かう方向なので「く」の位置ここですこちらに向かえばいいってことですだからどっちへここを跳ねてるわけじゃないんだっていうところですね一応ちゃんと止めてるんですよ止めて力を抜きましたよっていうこの動きですねだから跳ねてるじゃんとかあんま言わないでください <laughs> そういうことじゃないねってところねはいで次です クはえっ、ー、とまあちょっと右側かな入り出し右に近いんですそこからのここはね意外とまっすぐラインのような感じそしてここえー、あ,のあんまりねなんていうかなどこに書こうここに書こうかクイーンクイーンってこういう感じじゃないですクって結構これや,やりがちなんですがまずね こっちの線はまあいいとしましょうでもここは同じようにグイーンってやったらこれダメなんですねだからさっきまっすぐに近いほとんどまっすぐみたいな感じでこうねであとここの辺りも少し見てください結構柔らかい感じがしませんかこれこうしてうんきつく描くってこういう感じかなこれ毛筆だとすごく分かりやすいんですよ ね、それでまあまあ少しイメージとして柔らかい感じなんだなって思ってくださいでその柔らかい感じを出すのに1個1歩1歩だけ下にキュッて入れるような感じにしてあげるとうんこの部分っていうのはやりやすいのかなと思いますこうしといてなんかちょっと下に進むよちょっとだけですよあんまりやるとすごい変になっちゃうから ちょっと進んでおいて空間を取っといてあげるとちょっと柔らかいなってやっぱちょっと丸っぽいなっていう感じが出るのでそのあたりはちょっと工夫をねしてみましょう鉛筆の感じもあると思いますのでうんそうですねえー、はいかですもう一度かいっぱい出てくるのよだからねあのこういうところはそうですよねあの何回も出るってことは できてるはずだよねっていう感じの見方になるのであのやってくださいちゃんとねはいそしてうんこれ真ん中から入ってこちら左端を狙っていきますこれもほらあのー、こう三角形見えますよねでその時にやっぱ大きく見えるんですよこれあんま下までいっちゃうとだからちょ,ちょっとだけここの。 まスに対してどのくらいかって言ったらまあ、このくらいで止めればいいんじゃないですかこうしといてこれ次は今さっきこうまっすぐ来たのに対してふわっていう感じでこの辺狙ってくるんですふわちょっと線質が違いますよねぎゅって来てここからふわってこういう感じですだからなんかこう丸みを帯びてる感じなのでよくねこれね線路みたいに書いちゃう子いるんですけどこうに来て ぎゅーって同じ道をぎゅーって来ていきなりガクンみたいななんかねそれ違うんですよまっすぐ来てガクンってこうやってなんか方向がいきなりこうカクンって変わったような感じじゃなくてまっすぐ来たらふわっていうことでアーチアーチ状な感じで止まるで次ねえっ、ー、とここか 下のラインを見ましょう止まってって言ったこの位置にピーって延長線上のこの線をこうあると思ったらそこに向かってこういうふうに下ろしてきて上がります。でここが揃えばいいってことなのでここから折れですからここはしっかりとこうしといてスッこれはこう。 グリーンってこっち左にこう持ってこないようにね。ここは広く開けてあげようと思ってあっちへ払うこと。C とかもそうですね。C。うん。払う方向大事ですよ。あ、次ちょうど C が来たね。この辺、こういう風にまっすぐ下ろして、カーブして、右上にスーって、こういう感じですで。点の位置っていうのは、この右の上。 こののあたりですね位置あの下げすぎないようにまあ、あんまり上げすぎもあれですけどうん。はいラですよちょっと長くなっちゃったねみんなが見るの大変だな早送りでもいいですよ見るのね。ラは点上からでいいです。これはねこう 下にテローンって流れてくるような字なので結構縦、縦の長さが必要になりますね。で、句の時と一緒で、ここ、ま、あの少し柔らかさが欲しいんですよ。これ。だからね、ここは、カチンってやってほしくないんだけど、こうして、カチンってやってみようか。カチンってやったら、よいしょ、こんな感じになるかな。すごいがっちり、がっちりでしょ このイメージよりも少し柔らかくっていうのはここ,この部分がちょっとねこれもそう筆なら説明が少ししやすいところですが硬質っていうのはそこが難しいですねうんで例です次いきますちょっと形重視でね今はねちょっといきましょうね線のこと言い出すとねもう長くなっちゃう でこの真ん中の線に対してお腹をこうやって出していくようなイメージです。ここの1画目が一番こう長い感じでね、場所をしっかりと取っていきます。で、こ2画目はこう上がって、キュッてきて、そう、その時ね、ここの部分とここの部分の空きをよく見てください。だいたい同じぐらい空けたいんですよ。で、 2画目のこの線質まずはキュッとこちらにこう反るようにい、ま、きましたよこういう風にグイーンでここの線を越えた辺たりですぐ止まって意外と太い鉛筆を使っていると思うんですが皆さんもねだから乗っかってるぐらいでもう過ぎてますからね太さがある分その分をちゃんと計算に入れましょうねそして下に向かってこうビヨーンってやるっていうよりは結構横なイメージでこう下ろしてくる。 そうするとここしっかり開きますので、で、次はって言ったら、ちょっと反り気味でこう上に持ってくるといい具合に来ます。ここの線は少しこういう風に反ってるなーっていうのがわかるといいですね。これ、今私がこう説明を加えてますけど、それがなくても、あ、こっちに行ってる線だなーとか、 こう逆にこう膨らんでる線かなっていうのがちゃんと見れるようになるといいです。お手本の見方っていうのはそういうところですね大事ですよすごく。はいで、えー、今入れ直しましたよね。こう全部いなんていうかな一筆でビッ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 って書いてなかったでしょスーッてここで一回こう離れていきました。 離れちゃっていいです、うん、と毛筆で書く時っていうのは離して書くんですよこう,こういうとこ太くなってグリングリンってなっちゃうからねで硬質で書くときも一旦入れ直していいですその方が綺麗にいくと思いますあでも学校で書くときはいいんだよつなげていいんですよであの画数を数える時もつなげて書くあの数えますよはいでまあですね 下下からすすくいいい上げるようううにしててこういうラインを持っていきます下のが短いで、すよねでふわっとしながら一回ストンって下に落ちるような感じでこう上に上がってくる。で、ここの隙間確保です。えっ、ー、と、これ狭くならないようにしたいですね。で、こうに、ここは難しいのかな。縦のライン、こうにちょっと。 ちょっとカーブするような S 字カーブいや優しいですけどねちょっとカーブ気味なんですよこの辺りお尻がこう右にちょっと出るかなっていうニュアンスがあるんですここにそれも読み取れるといいですねなんかねこれ適当に書いてるわけじゃなくて入れて近づいてまたちょっとこうあの離れがちになってこう曲がるみたいなこう来て曲がるでこの状態 位置関係を見ときましょうね形はこういう形にしたいんですこの人もねあのすごくスタイルがいいですねこう来てドーンドーンってこんな感じですね、うん、で下のラインをこう揃えるようなイメージちょっとここスプーンみたいに見えませんなんかこういうふうに丸くこう上がってくるんですよこのねあの結びって言うんですけど 穴の形ってほら、いろいろだけど、うーんと、まあ、こういうのは可愛すぎちゃうでしょこうでもいいんだけど、今はね、こういうふうにちょっと習っておきましょう。ね、これ。まとか方とかはこれでちょっと今、統一していこうと思います。えー、そして、最後です。す。あ、すね。 さっきちょっと映らなかったっすね。お長く1本入れてちょっとこれもカーブ気味ですね少しね。で内側にこれあのまあ、カーブわかんないと思うのでちょっとこのここの部分だけちょっと一回キュって内側に入ってるんだって思ってもらうだけでいいですよ。でトントンってやってそれでストーンってやるとちょうどいいんです。これねそこの部分だけでもいいですね。 はい。学年は1、2年生なので、小1、小2です。自分の学年を記入してくださいね。これ、私は両方書いてありますけど、あの間違いないように書いてるだけなので、ちょっと、今はじゃあ、小2でいきます。小2、こうですね。少し、ここに隙間開けてください。なんか、あんま詰めないってこと。お名前もちょっと、 あの爪気味な子が多いので少し言っときましょうかうーんこういうふうに幅が広くありますで横はこれ、ま、結構狭いんですよだからねあのこっちと同じ鉛筆で描くともしかして書きにくいなって思うかもしれない鉛筆は常にねこうくるくる回しながら使うんですよでそして4文字であれば 1, 2, んこんな感じでここに隙間をこうやって取ってあげるようなイメージでね書いてくださいはいでは12年生ねごめんなさいねちょっと長い動画になってしまって申し訳ないはい頑張りましょう